2022-23 ユギウォーウィーリーグ第3節、三菱重工浦和レッズレディース対サンフレッチェ広島レジーナの一戦です。まずは前半33分、広島のシーン、ここ上野が奪ってドリブルで持ち上がります。中央の中島、切り返して右足のシュート、ここは枠の外でした。石川、ここ少し滑りまして上野が奪って中央、中島の右足でした。45分です。浦和のシーン、遠藤が下げてセンターバック高橋の右足、遠目から打ってきました。高橋、右サイドバックの遠藤下げて思い切って右足振り抜きました。センターバックの高橋でした。69分です。浦和のシーン、ここ直本のパスを受けて清家が抜け出して倒されます。 PK 獲得。浦和、広島の佐山の対応でした。自ら清家がキッカーを務め、ステップを踏んで左隅に流し込みました。これで浦和先制です。清家、細かいステップを踏んで冷静に逆をついていきました。この笑顔です。清家は今季2ゴール目。さあ、コーナーキックから谷口の同点ゴール、広島ここで追いつきます。コーナーキックから谷口が決めました。小川のキックにヘディング、谷口今季リーグ戦初ゴールです。これで同点に追いつきました広島。その2分後でした。86分、浦和、直本のクロス、ファーサイド安藤、菅沢、最後は島田が左足伸ばして流し込みました。これで浦和が勝ち越しです。途中出場の島田が決めました。よく折り返した安藤、菅沢ディフェンスの間、よくここ狙っていました島田。浦和対広島のゲームは2対1、浦和が勝利しています。